者の魔力を自らの養分へと変換するか。ならばこれでどうだ。ターゲトリーベノム、まだまだ進化の余地はあるようだな。覚えてるか、国王の予兆を。今朝再び国王があの予兆を見た。真昼の月、輝き垂れ込める霧、王都を満たす時、我らを王国の反逆者たらしめた因縁の城の頂に、カゲロウのごときもう一つの月現れ、七つの大罪は。どっかで見たことがあるよな。再び集結する。二人とも息災か。私の予兆によれば。国王の予兆によれば。そこに映ったゴーセルにはかつての感情が灯っていたそうだ。え？それってまさか。ああ、かつてのゴーセルには心が存在していたということになるな。手を離すな、ディアンヌ。マリン。ゴーセル、お前の精神が不安定な理由がようやくわかった。記憶を思い出しかけるたびに、お前自身が暴走という形で拒絶反応を起こしていたのだろう。これも原因の一つだ。心臓の病で創生した国王の姉ナージャに与えたものだそうだな。しかしナージャがよみがえることはなかった。お願いだ、俺を壊してくれ、ゴーセル。ゴーセルの魔力が急激に高まった。これが本来の魔力なのだろう。記憶の回帰とともに魔力が戻ったのだ。今日は我ら七つの大罪にとって祝いの日だ。盛大に飲もうぞ、団長殿。団長のおごりだな。俺か。ねえマーリン、結局あの心臓は何だったのかな。己を人形と嘆く息子を慰めるための、一種のお守りといったところだろう。そっか。器の魔力を探せっと。感じるのは魔人どもの魔力か、洗脳された人間の気配ばかり。オルロンディ、つべこべ言わずに探せ。ごめんなさい、マーリン様。どこだ、どこにいる。マーリン様、もう帰っていいですか。あれ、急に暗く。あ、うわ。何者だ、貴様。お前は闇。僕、生きてる。アーサー、どこにいる。ちょっと見てきてもいい。お、遅れてすまない。私が怪しげな実験に没頭しているとでも思っていたか。まあ大当たりだ。マーリン様、いらしたのですね。お継ぎします。すまないな、エリザベス王女。マーリンさん、よろしければ新しく作ったポエムをぜひ。少し酔ったらしい。また今度にしてもらおう。はあ、団長と同じザルのお前が一杯二杯で酔っただ。嘘つけ。相変わらず絡み酒だな。バンさん、失礼ですよ。忘れてはいまいな。我々は
まだ全ての実戒を打ったわけではないのだぞ。ああ継進のゼルドリス、迂闊に手を出せば確実にやられるぞ。魔人王の魔力を借り受け行使する者、自分は魔人王の代理だってそう言ってた。魔人王の代理？ほぼ最強の魔人ってことかよ。俺たちの当面の目的は、奴の海軍で虜にされたリオネスの住人及び聖騎士たちの救出、そしてキャメロットの解放。戦うのはその後だ。団長殿の言う通り、綿密な作戦を立て一致団結の上事を進める必要がある。私からは以上だ。あのマーリンさん、おやすみなさい。ああ。よし、まだ夜は続くぞ。ゼルドリスにやられたのか。探し物に夢中で不意をつかれたってとこだろ。お前らしくもね。何の話だ。お前とは一番付き合いが古いんだ。バレバレだっつうの。もう一つ、お前の目的は王国の民を救うことでも、キャメロットの解放でも、ゼルドリスを倒すことでもね。アーサーを守ること。そうだろマリン。メリオダス、頼む。失うわけにはいかないんだ。アーサーは私の希望そのものなんだ。ひどい熱。私の手に負える代物ではなく。とにかくやってみます。何があった。私としたことがゼルドリスの魔力に囚われていたようだ。エリザベス王女が魔力を打ち破ってくれなければ危なかった。礼を言わせてくれ。エリザベスか。エスカノールにも礼を言わねばな。いえ、僕なって。エリザベス、大丈夫か。平気、少し疲れただけ。王女様、噛まれたって。バルザド、何があった。メリオダス、バルザドが重傷だって騎士団から連絡があったの。お前、まさか。私が見よう。エリザベス王女、私がわかるか。久しぶりでマーリン。見違えたわ、あんなに幼かった子が。まだ一人でベリアルインにいるの。これはエリザベス。エリザベスちゃん、その目は。そして今のエリザベスが生まれるきっかけになった16年前のダナフォールでの出来事。俺は呪いを解くための方法をマーリンの助けを借り探し続けていた。常闇の棺。女神族が多種族の力を借りて魔人族を封印した祭器だ。これを使い女神族の封印を解き、実戒を復活させる。実戒を？何のために。ゼルドリスだ。奴は魔人王の力を借り受けている。ならばお前たちにかけられている呪いを解くことができるやもしれん。ダメだ、実戒をこの世界に解き放つのは危険すぎる。今の俺には実戒を統率していた時の力はねえ。さらにゼルドリスは俺を心底憎んでいるはずだ。協力することはまずない。分かった、メリオダス。引き続き他の手も探ってみよう。すまねえマリン。何、長い付き合いだ。常闇の棺か。なぜ奴が。ということはまだ生きているらしいな。しぶとい女だ。メリオダス、これは罠だ。いい加減、あの女に囚われるのはやめろ。メリオダス。
死者の怨念を利用した禁呪、温飯号の砲だ。姿が変化した。面白い。攻撃、防御、魔力への耐性も急激に上昇した。伏せろ、ゴーセル。神経操作が通じなかった。治療たちの体を動かしているのは神経でなく怨念。そして奴らの力の供給源は町の中心部から発せられている強力な負の力。囚われた団長殿だよ。もはや雑魚とは呼べぬ代物だが、耐えられるわけがなかろうに。時代魔人王と呼ばれたものの強大な魔力に団長殿をなめるな。全員意識を強く保て。心を乗っ取られるぞ。どうやらただの催眠や専門状態とは様子が違うようだが、各員多少殺すつもりでいけ。等級48000。多少殺すってなんだよ。今のディアンヌを相手に加減は許されぬ。ねえマーリー、メリオダスは今どこ？マーリン、王女様が聞いてるよ。マーリン？マーリー、本当に見違えたわ。こんなに綺麗になって大人の女性になったのね。ああ。ねえ、もう昔のようにねえねえって呼んでくれないの？ねえねえ。私を本当の姉のように慕ってくれていたでしょ。いつの話をしているんだ。あなたがまだ12か13の頃よ。覚えてない？あのマーリンが。ねえねえって。エリザベス王女、できればその話の詳細をもっと。余計な詮索だ。愚かなりメラスキラ、我らを侮り、その姿で戦ったが勝敗の分かれ道だ。貴様が本来の魔力を使いさえすれば、いかような戦いにも展開できたものを。慢心したな。マーリン、お願い。良いのだな、妖精の姫。エンドレスワール。メラスキュラは魔界の強い正気を浴び続けながら300年生きた毒蛇が魔力を得たものなの。メリオダスにそう聞いたわ。エレイン。パさすがだな、ネーネーは。え？ありがとう。エスカノール、その団長殿はお前の手にすら余る存在だ。ご心配なく。私はこう見えても子守がとても得意でしてね。おい、パーフェクトキューブ。メラスキュラの魔力を破るために、一か八か極限まで魔人の力を解放した結果なのだろうが、感情を奪われた現状でするべき賭けではなかったな。バカめ。あれこそが団長殿が純粋なる魔人族の英雄だった時の姿。実界統率者メリオダス。マーリー、今すぐ術を解いて。私が何とかしてみる。ダメだ。今のメリオダスは暗黒の魔力を抑制できず、精神も記憶も蝕まれた状態。パーフェクトキューブから仮に解き放てば、間違いなく我々全員を殺すぞ。んじゃ他に止める方法があんのかよ。じきに正午だ。はい。ねえマーリン、キャメ
路と覆う次元の歪みはどうなったの？すでに消失しているメラスキラの魔力を消し去ったことで解除されたようだな。ならいよいよキャメロットに乗り込めるね。でも団長がこんな状態じゃ。引き上げるぞ。マーリー、お願い、少しだけでもメリオダスの傷を治させて。傷を治せば即座に襲いかかってこよう。その時誰がメリオダスを抑える？ねえマーリン。痩せ我慢もほどほどにするんだな。何の話です？お？ディアンヌ、エスカノールを頼む。正直、状況は深刻だ。エスカノールのダメージは深い。サンシャインは強大すぎる魔力ゆえ、長年にわたり蓄積した負荷が一気に出たのだろう。団長殿の状態はさらに危険だ。魔人王に感情を奪われたことにより、かつてのメリオダスに逆行しつつある。皮肉にも強さは以前にも増してな。ショックスティンガー、メリオダス団長。マーリン、やめて。エリザベス、そこをどけ。メリオダスをパーフェクトキューブに閉じ込める。それじゃ何の解決にもならないわ。事態は一刻を争うのだぞ。こうしている間にメリオダスは闇の力で傷を修復している。マーリン、お願い。ダメだ、今すぐ隔離せねば。私を彼と一緒に閉じ込めて。わかった。ありがとうマーリン。ただし私が絶えずそばで見張る、万が一に備えてな。でもマーリンとエリザベスまで戦線離脱なんて、一体これからどうしたら。キャメロットへ予定通り向かう。我らの任務はキャメロットを実界の支配から解放し、囚われたリオネスの民を救出することだ。何よりエリザベスが前世の記憶を取り戻した今、残された猶予は3日。立ち止まっている暇はない。キャメロットへの到着まで2日。エスカノールの回復を待ち、団長殿を元に戻す方法を私が考えている間、当然ゼルドリスや配下の魔人が襲ってくる可能性は十分あり得る。キング、ディアンヌ、ゴーセル、頼れるのはお前たちだけだ。何者かの魔力が一帯を取り囲んだ。全員襲撃に備えろ。マーリン、そのじいさん、どっから入ってきたんだ。アブソリュートキャンセルを使えるとは、侮れん相手のようだな。伏せろ、ネーネー。この技はメリオダスの。なぜ。当然じゃろう。フルカウンターはわしが坊ちゃんに教えた技じゃ。マーリン、マーリンが消された。マジックシールか。残念じゃが、封じられたのはお主の方。どうやら己にかけていた魔力も溶けてしまったようじゃの。それが本来の姿か。私としたことがマーリン。なかなか面濃いではないか。おやおや、見覚えがあるぞその顔。お主、もしやベリアル院の娘じゃな。頼むエスカノール、目を覚ましてくれエスカ。まさか本物の
夜を連れてくるとは。マーリン、しっかり。マーリン、あ、ねえねえ、目が覚めたのね。私は一体。気を失っていたんです。そうだ、確かアブソリュートキャンセルの呪言の玉を取りに向かう途中、店を襲った衝撃に抗うこともできず壁に叩きつけられて、あの魔人は。そうか、奴は想像以上の化け物だな。まったく、ざまあない。とにかくまずこの封じられた魔力を元に戻さんとな。ええー、もう戻っちゃうんですか。エスカノール、どうした。おい、まだお体の具合が。健やかなれ。すみません。原因は明らかだ。メリオダスの発する正気、負のエネルギーが刻一刻と強まりつつあるせいだ。お前こそどうなのだ。え、ああ、少し咳き込んだだけですよ。この通り私ならまだ戦えます。もう夕方なので微力ですが、お役に立てないこともなくはありませんよ。プチ傲慢。そうか。さ、まずはマーリンさんの魔力を元に戻すのが先決です。ところでバンの姿が見えんようだが。ああ。さて、呪言の玉が見つかって元に戻れたのはいいものの、これからどうする。さっきも話した通り、チャンドラは桁違いの化け物だよ。まさか本物の夜を連れてくる化け物とはな。チャンドラ相手ではエスカノールも戦えまい。最悪のタイミングで目覚めおって。今の団長殿は正気ではない。煉獄の魔人王に感情を奪われている影響でな。ホーク殿、いいか。何が。あ、面白い。ホーク殿、そなた煉獄とつながっているな。おい、マーリン、師匠が煉獄とつながってるってどういうことだよ。言うなれば、ホーク殿はこの世と煉獄をつなぐ回廊だ。俺が煉獄と。魔人王は長らくホーク殿の目を通し団長殿を監視し続けていたのだ。マジか。あ、だとすればホークを通じて煉獄に行って魔人王から団長の感情を取り返せばいいんじゃない。残念だが不可能だ。え、どうして。呪いをかけられた団長殿は例外に煉獄へ行き戻ってこられた者を私は一人しか知らぬ。一人。でも一人はいたってことだよね。我が父にして賢者の都の長だった男だ。彼は研究の末発見した煉獄への扉をくぐり、たった一分だけ足を踏み入れ戻ってきた。廃人となり果ててな。一分で。彼は死の間際まで煉獄の詳細を上事のようにつぶやき続けた。灼熱と極寒が入り混じる大気と猛毒の大地にして生ける者の肉体を破壊し、歪んだ時空は一分の時の流れを一年にも変え、死せる者の魂を蝕み犯す。感覚は失われ、頼れる者は第六感のみ。
魂を砕かれし亡者と化け物が獲物を求め跋扈する混沌の国。そんな地獄でどこにあるかもしれぬ団長殿の感情をどう探し出す。何よりそれを捉えているのは魔人王であることを忘れるな。相手が悪すぎる。諦めろ。グレイロードの海軍が奪われている。さてはあの時メリオダス、そこまで追い詰められていたのか。まずい。全員落ち着け。マリー、私が交渉に出よう。交渉って、そもそも相手が何者で何を仕掛けてくるかわからねえのにか。相手の目的もおおよそ見当はついている。来たのはお前か。ならば話が早い、ゼルドリス。何者だ。貴様の顔など見たこともない。それは心外だ。何、これならどうだ。まさかメリオダスの言ったマーリンとは貴様のことなのか。今なんて。そう、魔人王と最高神の祝福を受けし娘。王女様と団長とはまるで正反対だ。ここは騒がしい。差しで話をするとしよう。利口な判断だ。えっと、マリン。あ、髪の毛。よもや貴様のような大物に出くわすとはな。魔人と女神のどちらにも組みせず中立の立場にあった賢者たちの都ベリアルイン、そこに突如生まれた無限の魔力を持つ奇跡の天才児。噂は瞬く間に魔界と天界に響き渡り、二人の神は幼子を手の内に収めようとした。ベリアルインの賢者どもは猛烈に反発した。幼子の力はあくまで自分たちの財産だと。しかし幼子は賢者どもの意志に背き、自ら二人の神に交渉を仕掛けた。自分の気に入る贈り物を下側につくとな。魔人王は幼子に魔界の秘術に関するあらゆる知識と女神の洗脳術を防ぐ加護を授け、最高神は幼子にいかなる闇の呪いと開言すら無効にする加護を授けた。だが幼子はその加護を得た挙句両者を拒んだ。神を欺くとな。怒った二人の神は千日間都を呪いと死の霧で覆い、炎と雷の大雨を降らせベリアルインを滅ぼした。が神の加護と無限の魔力を持つ幼子はそれを難なく切り抜け姿を消した。その悪名高き大物とこうしてまみえると、確か今はマーリンだったか。今度は何を企んでいる。答えろ。ふん、買いかぶりすぎだ。私のことはどうでもよい。それよりお前の目的はこれだろ。下せんのはゼルドリス。兄を恨んでいるはずのお前がなぜ裏切り者のメリオダスのために海軍を集めるかだ。魔人王の力のかけらである銃の海軍をメリオダスに与え、奴を魔人王にすることに何のメリットがある。団長を魔人王に。答える義理はない。だが貴様と争うつもりもない。それを渡せば貴様らを見逃してやろう。なるほど、取引か。少々惜しいがやむを得まい。貴様、くれてやる分にはいいが、それだけでは正直似合わん。もう少し色をつけてもらおうか。
言ってみろ。エリザベスの身柄を引き渡してもらおう。エリザベスには2日と少しの猶予しか残されていない。このまま魔人の巣窟に放っておくわけにはいかん。悪いが却下だ。メリオダスは絶対に拒否するだろう。その呪いを解くためにメリオダスは魔人王の力を手に入れようとしているのだからな。だが安心しろ、メリオダスが守っている限り誰も手出しはできん。信じよう。しかしそれでは取引には応じられんな。なら別の要求にしろ。ではキャメロットの王の身柄を引き渡してくれ。アーサー王、やはりマーリンさんは。それも却下だ。あいにくだが王の名も顔も知らん、故に保証ができん。そうでなくともこちらはこの数日で正体不明の襲撃者により多数の被害が出て気が立っている。そんな小物一匹の身柄の保証はできん。分かった。ならば継神の会合で虜にされた聖騎士と民を解放しろ。それならたやすい。配下の魔人たちにも手出しさせぬようにな。いいだろう。ん？ここは？俺たちは今まで。魔人だ！今度は貴様の番だぞ。さあ、術を解け。おっと、その前にすまない。どうもこの姿は肩が凝ってな。下手な芝居はやめてさっさとしろ。マーリンってばわざわざ相手を怒らせるようなことして。そろそろだな。言っておくぞ、俺は今貴様の一挙一動に全神経を集中させている。妙な真似をすれば即切る。何もしない、私はな。受け取れ、始まりのほんの挨拶代わりだ。この巨大な魔力の爆発は何だ。マーリンさん、よくぞご無事で。一体何が起こったんだい。ゼルドリスの気配を察知した四大天使が一撃を見舞ってきたのだ。四大天使？行動を起こすなら今しかあるまい。マーリン、ここは？キャメロット、オートだ。精神を解かれ我に帰った人々も混乱に陥っているのだろう。幸い今はまだ魔人どもは人々に手出しせぬよう命令を受けている。だが取引の失敗を受け、ゼルドリスが魔人どもを動かすのは時間の問題だ。急ぐぞ。悪魔だな。いいぞ。この調子でジャンジャンリオネスに転送させるんだ。ディアンヌ、聞くぞ、早く乗れ。リオダスはどうした。それはゴーセルは深手を負い治療中でな。団長殿とバンはそれぞれ所用で別行動だ。そうか。ん？ねえマーリン、そもそもどうして聖剣に選ばれたら王様なの。聖剣は古の時代、ある泉の姫より人間の戦士にもたらされた何の魔力も持たぬ剣だったらしい。初めに剣を手にしたのは剣聖と謳われしカルフェン王だが、どんな英雄にも最後の時は来る。彼は死の間際、己の血と魂を持ってその剣を清めた。次の持ち主は魔人族に戦王と恐れられた人間の英雄。彼もまた死の間際、剣を自らの血と魂で清め次へ託した。その儀式は
幾たび幾千年繰り返され、剣には数えきれない英雄の魂が宿ったのだ。いわば聖剣とは、人間の英雄が次の英雄のために生み出した意志の集合体。聖剣はいつしか持ち主を自ら選ぶようになった。人々を導くものとして。向こうがこちらの進軍を察知すれば、キャメロットの警戒網はより厳しくなろう。救出の機会は今しか。反対です。自分の尻も満足に吹けぬ小僧に、あなたが危険を冒す価値はない。なあマーリン、なんでアーサーにそこまで肩入れするんだ。あいつまだ魔力にも目覚めていないんだろう。アーサーはいずれこのブリタニアを導く者として聖剣に選ばれし希望の子なのだ。よせ、アーサーが死んじゃう。特別に心臓を一つ潰すだけにとどめておいてやる。その前に連れ帰らせてもらう。貴様は。よく無事に生き延びた、アーサー。ニャスニャスニャス。思念を送ったのはお前か。助かったぞ。マーリン、今すぐ俺に信仰の開言をよこすんだ。エリザベスを救うため、お前が魔人王になろうとしているのと同じく、お前を救うために己の命を懸けている恋人と友がいることを忘れるな、メリオダス。マーリンってば、急にどこに消えたんだろう。ザンパアサリじゃね。戻ってきた。一緒にいるのはアーサー王。マーリン、本当にキャメロットに乗り込んだの。ねえねえ、すまないが、アーサーの怪我を治してやってくれ。ええ。キャス、おめえすげえ怪我じゃんよ。僕は平気、アーサー無事なら。アーサー様。アーサー、アーサー、剣を離すんだ。ねえねえ、早く傷を癒してくれ。目を開けろアーサー。ダメマーリン、剣を抜かないと傷が治せない。頼むから手を離すんだ、アーサー。アーサー。マーリン、ごめん、君の期待に応えられなくて。ひってえ、ひどすぎるぜこんなの。アーサー、僕に嘘ついた。アーサー。計り知れない素質と未知の魔力を秘めた少年だった。初めて会った時、私は運命を感じたのだがな。その秘めた可能性を引き出してやれなかった。アーサー、お前は私に未知の世界を見せてくれるのではなかったのか。お前の魂は今どこにある。私の目の前か、まだ体の中か、それともお前の魂も血も数多の英雄同様聖剣に吸収され、もう次の主を選ぼうとしているのか。そんな若造がいなくとも、私があなたをお守り。違う。アーサー王のことは残念でしたが、
あなたにはこの私がついております。アーサー様はあなたにとってかけがえのない存在だったのね。私にとってのメリオダスのように。人間はあまり長い時間を生きるものではないな。こんな時どんな表情をすべきか、自分の感情がどんな状態なのか、まるで忘れてしまった。今はただ目の前を闇が覆っている。キャス、そうしょげんなよ。お前の気持ち痛いほどわかるぜ。わかるけど元気出せよな。キャス、あーさ、僕に嘘ついた。なんで、なんで、なんでだ。どうしたの、マーリン。ねえねえ、また一人で泣いていたのね。マーリンに祝福を。ねえねえ、許してね。何もしてあげられなくて。懐かしいな。ん？どんなに孤独を感じていた時でも、このまじないでいつも心が救われた。マーリン。涙だ。これは驚いたな。430年ぶりだ。え？メリオダスの創作料理、マジンガエルのレバーケーキを食した時以来か。さて、ねえねえ、城へ向かおうか。今度の作戦の確認は決して怠れん。ねえねえにはかなわんな。え？私には女神の洗脳術すら効かぬというのに。無理だけはしないで。いいや、無理はしてでも必ずネーネーの呪いを解き、メリオダスの魔人王家を食い止めよう。これ以上大切なものを失うことは私自身が許せん。では地図を見てくれ。まず我々の拠点となるリオネスを死守する防衛部隊、次にキャメロットへ南下し魔人軍を撃破していく掃討部隊、そしてキャメロットに直接攻撃を仕掛ける強襲部隊。防衛部隊は南門が私ドレバス、東門がグリアモール、北門ヘンドリクセン、西門ジェリコ。掃討部隊の指揮には俺とギルサンダー。こちらからはタルミエルとサリエルが掃討部隊の指揮を取る。さらに巨人の里と妖精王の森からも友軍が合流するらしい。キャメロットへ直接向かう強襲部隊には私とエスカノール、リュドシエル殿の3名。直すついでに改良でも施してやろうと思ったが、その余地すら許さぬほどよく作られている。ねえマーリン、一つお願いがあるんだけど。なんだゴーセル、性能をさらに上げろなどと無茶を言ってくれるなよ。今の話を聞いていたのならな。あのチビの飲み込みの速さには正直舌を巻く。成長が末恐ろしいよ。ゴーセルはそうマーリンを褒めていたよ。仕方ない、言うだけ言ってみろ。ただし保証はせんぞ。ありがとう。がお前の望みだと。うん。いつぞやお前が酒の席で言っていた実戒のゴーセルが聖戦を終わらせたという話と関係があるのか。なあねえねえ、ガランに敗戦した後、私がこの戦いにはアーサーとネーネーの覚醒が不可欠と言ったこと覚えているか。ええ、アーサー様のことは本当に残念だわ。ネーネーについては本心ではなかった。ネーネーが本来の力に覚醒するということは呪いの発動を意味していたからだ。
マーリン。しかしこうなった以上はネーネーの力を頼りにしている。必ず生き延びてくれ。ありがとう。俺たちも加勢すべきでは。我らの任務を忘れたか。さて我々はキャメロットに乗り込むとしよう。